ございます。今日はこちらに来てます。みんな大好きな今日はみんなが最後のシミュレーションをするというのでバッチリ撮影していきたいと思います。だからえリードさんところが暗くなっちゃったよね。いいだろう。今日も朝から絶好調です。向井さん、トマさん、はい、今日どうですか。今日はシミュレーションなんで、はい、気合が違います。え、何のシミュレーションですか。今日ボルダーのシミュレーションです。 DJT 5日前ですけど、シミュレーションするんですね、はい、まあ最後の確認ですね。時間の使い方だったりとか自分の体の感じとか頑張ります、はい。何でしょうか。どうですか。どうですか。なんか極悪だって聞いてるんでちょっと緊張しますね。決勝シミュレーション、準決勝シミュレーション、準決シミュレーションか。でも BJC はいつも準決めちゃくちゃ悪いから、うんうん、まあその気持ちでいきます。はい、頑張ってください。 BJC 前最後のシミュレーションです。はい、指輪をなくさないように。そうですね、まあ指輪なくさないで4冠4撃すれば、はい、4トライで、まあ、4トライで仕留めて。バケモンじゃねえか。なんか話に聞くと、まあ、4冠4撃したら多分神様になれるって聞いたんですけど本当ですかね。じゃあ明治が神様になる日ですか。自信のほどはあんまりないです。普通聞いてない。まあ頑張ります、はい、ちょっと緊張します。ハブアグッドシミュレーション。Thank you, man!今日も気合入ってんね。頑張れ頑張れ頑張れ。めっちゃ頑張っ。ナイス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 。頑張れ頑張れ。頑張頑張。めっちゃしっかりね。絶対いけるぞ。頑張れ頑張れ。しっかりしっかり。いい。しんどいっす。あれもう4トライしちゃいましたけど。もうおしまいですかシミュレーション僕の。4トライ終わっちゃったよ。今日僕4トライで決めるって言ったの。指輪なくなるから4回4回終わり。よかった。1回目登るとやっぱいいよね。ちょっと緊張感あったね。その後の流れが。これはもう、ね、でも頑張っ。決めるよ。
空だよ、今は。頑張れ頑張れ、最後まで最後まで頑張れ頑張れ。おお、えい、ナイス。どうすか。よし、余裕っす。でもなんかトモさん強いっすね。まだ1課題目なんで、こっからですよ。いやでもトモ君が、僕が1課題目した瞬間にこれワールドカップで見たことあるやつだなと思った。トモ君のなんか特集みたいな。いやいやいや、いやまだね、こっからだよ、こっから。決勝行くのが目標じゃないんで。次僕めちゃくちゃ問題だな、絶対勝負ですね。次好きな気がする。トモ君、わかんない、僕はハマる的にはめっちゃハマる気がする、こういうの。いや、道なんかある。何やってんのこれ。めっちゃ頑張れ。頑張頑張。頑張れ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 。頑張れ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 。体勢入る。頑張頑張、明治頑張、頑張れ頑張れ、ナイスナイスナイス、頑張れ頑張れ、無理です、終了。もったいない。頑張頑張。1トライ目もったいなかったね。1トライ目もったいなかった。いっちゃったね。いやでも結構好きだった。メイチ頑張、しっかりしっかり。もうダメだ、超スポンケニューシェイプの感じだったら嫌だ。メイチ頑張、頑張れ頑張れ、無理。クマ頑張、しっかりしっかり。クマ頑張れよ。クマ頑張、コマ頑張、頑張れ頑張れ、ナイスナイス、頑張れ頑張頑張。
頑張れ頑張れ。もっと丁寧に考えないと。ネジ頑張。しっかり。頑張れ、しっかり。しっかり丁寧に。頑張れ。そっからだよ。頑張れ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか、最終シミュレーション BGC 前。そうですね、最終シミュレーションってやっぱり本当課題が、まあ登れる登れないも大事だけど、前提としてやっぱこの課題じゃないもので大会がある。じゃあこの課題で何をこう学ぼうと思った時に、やっぱりシミュレーションとして本当に大会のシチュエーションで5分がどういう自分のその心の変化となんかつながってこう変わっていくかっていうのがすごい大事だし、まあ、やっぱりトモトとか露骨にその前1個登れなかったからずっと引きずったまんま次のトライしちゃった。それがなんか後ろから見てて別にね、なんか前の課題引きずってますっていう時ランプがつくわけじゃないけど、でもどう考えても後ろから見ててあいつ前の課題絶対引きずってるなっていうのをやっぱ感じちゃうから、やっぱそういう部分、大会だったらやっぱり次の課題に切り替えてやらないといけないとか、そういう部分もね今回のシミュレーションでまあ発見できたし、ちょっとしたこうムーブのシークエンスが言われたら確かになんでそれ試さなかったんだろうとかっていうのがあるんだけど、そういう部分が今日なんでそのひらめきが出なかったかっていうのをやっぱ自分の中でしっかりと噛み砕いて、まあやるには逆にいい大会前に本当にいいシミュレーションになったんじゃないかなと思ってます。はい、どうでした。とりあえずシミュレーション終わって、はい、僕は2冠の8撃フルゾーン4ゾーンもちょっとアテンプトちょっと数え切れてないです。でもまあそうだな、ギリギリラインで残るかまあ切られるかぐらいかなっていう予想をしてて、2冠ってそうだ、良かったところで言えばその明らかにみんなが登れるであろう、まあ、登んなきゃいけない課題を僕落としちゃったけど、そこから切り替えて最後完登を1つもゲットして、まあ、そこはすごい良かったけど、まあ、悪かったところでもあるのがやっぱりできなきゃいけない課題を落としてしまったっていう、まあ、でもそれはすごいこのなんか悪い流れを今回経験できてすごい良かったなと思います。はい、
三冠七撃の、三蔵でした。で悪かった点でいうとやっぱり3課題目のゾーン取りの時の、まあ、発想柔軟性のなさとか思考の、あとは4課題目のトライ中にやっぱり3課題目が少し気になっちゃって少し雑になっちゃったところがもったいなかったなと思うんで、まあ、この内容だったら登れた課題は一撃でできるぐらいの強度だったんで、まあ、そこを BJC までの2日間で修正していけたらなと思ってます。強すぎるがゆえのフォールが多かったよね、この子は。強すぎる、個人的に見ててそう思った。そのフィジカルが強いからなんか自信があってそのムーブを選んじゃうっていう、まあ、そこの柔軟性は確かにね、思った。はい、まあ、このまましっかりうまく調整できたら2人で決勝戦えるんじゃないかな。まずは予選、僕は、まあ、そうだ、ね、みんな予選か、はい、まずは予選、準決勝、頑張ります、頑張ります、はい、頑張ってください、お願いします。